はい、今日はですね、イオスキス M で、動画を使った面白い撮影の方法を説明したいと思います。まずはちょっとアイテムが必要になりまして、カメラの三脚、何でもいいです。今回は、私はビデオ三脚の方を今使っておりますが、まあ、普通のカメラのね、静止画の撮影用の、三脚でも問題ございません。で、まずは、こんな風に、一個だけ、1個だけ伸ばす方法、伸びるところを畳んでおります。一番下げておりますね。出ないようにして、そして、このようにして、今、やっております。そしてもう、あとは、大体ね、この止まりたい場所に、この動かして止まった時に、大体、このぐらいのサイズがいいなっていうところで、止めておいてください。はい。で、あとはもう簡単です。ゆっくりこうやって止めるだけですね。で、手でやってしまうと、普通にこうね、三脚使わないと、やっぱりブレてしまって、ちょっとね、クオリティが下がってしまうっていうことになるので、まあ、これだとね、そうやってブレが全くないので、かっこいい映像が撮れます。では、早速やってみましょう。もう簡単なんですけど、まあ、動かすとき、止めるときゆっくりこう、急にピタッと止めるのもありなんですけども、こうやって、やっぱり、ね、急に止めてしまうと、ちょっとガクってなってしまうので、まあ、ゆっくり、始める方はこうやって、ゆっくり、で、ピタッと止まるっていうね。はい。このようにして、うまく撮影する方法がございます。で、もう一つ、ついでに、説明しておきたいのが、まあ、こういった撮影の場合、まあ、椅子ですね。こういった椅子を使って、また、動かして、撮っていったりもする方法もあります。これはちょっとドリーみたいな感じになるんですけども、こうやって、動かして、下が平らだとね、なかなかブレないかなっていうふうに思いますので、ぜひ活用してみてください。今日は以上です。ありがとうございました。